ワプティア。ワプティアは、化石接触動物の属の一つ。カナダのバージェスケッツ岩、カンブリア奇中期から発見された。8センチメートル程度に成長し、形態、生態的には、原生のエビに似ていた。大きな二枚貝型の廃校と大切のある体を持ち、腹部の後端には、エビのような汚染があった。活発に遊泳し、 海底の堆積物の粒子を食べていたと考えられる。バージェス結眼で3番目に、豊富な節足動物で数千個体の化石が発見されている。1909年に、アメリカの古生物学者、チャールズ・ウォルコットによって、最初に発見されたバージェス動物群の一つある。俗には1912年に記載された、ワプシャ・フィールデンシスの一種のみが認められており、 その学名は、発見地のワプタさんとフィールドさんに由来する。原生の甲殻類との類縁関係は、未だ明らかになっておらず、暫定的に甲殻形類に位置づけられている。最大で8センチメートルに達する。外骨格は、非常に薄く、化石化過程で容易に変形する。頭部と胸部のほとんどを覆う2枚以外のような形の大きな廃坑を持っており、これは、 前方で狭く、後方で幅広くなっている。頭部は短い五体節からなり、3から5体の小さな接触付属子がついていたと考えられるが、この構造は保存状態が悪い。1体の細長い触角を持つ。触角の節数は比較的少ないが、個々の節が長い。これは感覚器官として用いられていたようで、多くの節に細かい合毛が生えていた。 また、原生甲殻類の第二触角に対応する位置にも、一単位の短い養生構造が存在した。これらの間には、小さな三角形の額板があり、その正中線上には細く鋭い隆気線があった。よく発達した、夕柄の複眼を持っていた。目の形態は、原生の網目と非常によく似ており、真の四角像を結ぶことができたか、少なくとも、 物体の動きに敏感だった可能性は高い。小中眼が,が存在した可能性もある。おそらく脳と考えられる部位を含む神経組織も特定されている。胸部は全部と後部に分けられる。全部は四大切からなり、よく発達した不脚型の付属子が肺校の円を越えて外部に露出している。詳細な形態が判別できるほど保存状態は良くないが、死の先端部の不死には、 多数の細かいトゲがあった。この付属詞は、内詞に由来するものだと推測され、外詞は存在しなかったか保存されていないものと考えられる。二枝型付属詞であったかどうかは不明である。後部は六体節からなり、各節に一体、複数の関節のある付属詞がある。詞の基部近くの節は長いが、先端に近づくほど節は短く、細くなって、廃坑を越えて伸び、 自在に動くようになっている。この付属紙には、詩の内側を向いた長い細糸が存在し、これは原生甲殻類と共通する特徴である。この構造は化石化の際に押しつぶされて板状になっていることが多い、本来は細長い円筒形の感情だった。また、最も先端の節の細糸は束ねられて棒状になっていた。この付属紙自体は、 外詩に由来すると推測され、エラや遊泳付属詩として機能していたものかもしれいい。また、この付属詩はおそらく西型で、いくつかの標本ではその基部に小さな内詩の痕跡が残っている。腹部は五大節からなり、最後の大節を除き付属詩はない。各大節の公園には細かい棘と四本以上の大きな棘があった。 最後尾の大切には一体の平たいヘラ状の付属しお詞がある。この構造は遊泳中に体を安定させるほか、原生のと同様、尾を急激に複足に曲げることで後方に飛び跳ね、捕食者から逃げるためにも用いられていたとみられる。角お詞には三本のかすかな汚線が確認できることから、四つの大切が融合したものだと推測される。尾の後端には、長い微節があった。 体内には丸い糸小さな消化栓の痕跡が確認でき、いくつかの標本では微節まで伸びた消化管の末端に微小な開口部、肛門が観察できる。本種はチャールズ・ウォルコットによってバージェスガンから発見された最初の化石の一つである。彼の1909年8月31日の日記にマルレラ・ナラオヤと並んで本種の粗雑なスケッチが描かれいる。 正式な記載は1912年に行われ、バージェス決眼を含む、尾根の両端にある山、と、カラソの学名が付けられた。ワプタさんの名は、ファーストネーションのストーニーナコダ族の単語に由来し、これは、流水、を意味する。フィールドさんの名は、米国の実業家、サイラス・フィールドに由来する。本種が発見された、バージェス決眼は、カンブリア期、中期、 5億千万から5億500万年前に形成された地層である。当時、この場所は海面下の石灰岩の崖、現在のカセドラルライムストンファーメーションの下、水深200メートルに位置し、崖の上には熱帯の暖かな旋回が広がっていた。石灰岩の崩壊により、定期的に発生する海底地滑りが旋回の生物を深海の泥中に埋め、これが後に結岩となった。 個体数で見ると、本種はバージェス結眼から復元された生物の2.55%の0.86%を構成している。これはマルレラ・カナダスピスに次いで3番目に多いものである。本種は化石化の過程で体のパーツが分解してしまうことがよくあり、その場合はパーツの塊として発見される。2008年にはユタ州の層からも 本種の可能性がある数個体の化石が発見されている。本属にはワプシャフィール原子スイッシュのみが認められている。この属はワプティア科、ワプティア目に分類されており、暫定的に,に位置付けられている。チャールズ・アール・ナイトによる1940年の復元図では誤って原始的なエビ類として描かれているが、現代の古生物学者は、 類縁関係の不明な接触動物とみなしている。本種を甲殻類と関連づける説もあるが、多くのカンブリア機の甲殻類様の接触動物と同様に後期が保存されていないため、本種が甲殻類のに属すると決定することはできない。他の仮説として、本種は甲殻類、または高た々かか接触動物のに過ぎないという見方も存在する。産出数は多いのにもかかわらず、 その形態に関する詳細な研究は未だ行われていない。九百七十五年、某天山類璃スミエ動物群の産出地から、本種と非常によく似た化石が発見された。当初、この化石は海肩立ち虫の属に含まれるものと考えられ学なたらオバタの学名が与えられていた。だが九百九十一年、シェングワングエイチオーユーとヤンバーストラムは新たに、 産出した化石を精査して、ワプティアとの類似性を明確に示し、親族に、この種を移動した。チャワンディネラ・オバタは、小中線が隆起した2枚の廃坑、1体のオし、1体の触覚、目柄のある目などの点で、ワプティアと類似しており、2004年に、ジュン・ユアン・チェンは、この種を暫定的にワプティ族に移した。だが、シー・オバタは、腹部が発体説であること、 ワプティアは五節、二分化な二枝型付属種を持っていることで、ワプティアと異なり、他の研究者は、これらの相違点は、この種を、ワプティア属から分離する十分な理由となると、みなしている。2002年、グリーンランド北部のブエンフォーメーション、シリウスパセット動物群の産出地から第二の類似種が発見された。この種は、シーオバタと同様に、 二分化の二枝型付属子を持っていたが、腹部の大節は、ワプティアと同じ五説だった。だが、特に頭部付属子の保存状態が悪く、その系統的位置の決定は困難である。保存状態の悪さは、化石が生物体そのものではなく、脱皮核に由来するものであることによると思われる。生態も、原生の小型エビ類と非常によく似たものだったと考えられる。 低層遊泳性の堆積物食者で強力な好期を持たないことからして海底の餌粒子を振り分けて食べていたとみられる。微部の構造と後胸部の羽毛状の付属子から活発な遊泳が可能だったことが推測される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。